この間そちらの水路、台風7号の時に、まあ、あの水の流れを撮影していたんですけども、まあ、こちらのこの場所がもともと阪神・淡路大震災が1995年にあって、でこちらに引っ越ししてきたのがその年ぐらいですね。あの向こうの方の藤原台の仮設住宅に、でその頃にこの辺りのこのこういう設備を作ってたみたいで、あちらに水門があるんですが、もともとよくわかんないんですよね、これ作ってた理由。あちらに降りていく階段とかあるんですけども、正直あの大社寮はそこの出口からしか出てこないから、だから蓄電池を作ったとしたら排水する水どうするんですかの話にやっぱりなるんですよ。だからやっぱりここは排水場としてでしか使えない、その大雨の日に。でここの下とかあの水たまいつ何かこう草生えてますけど、もともとコンクリート、真っ白なコンクリートだけで、だんだんそちらのちょっと逆光で、ね、見えにくいんですけども、見えるかな、この水路のところから、多分あの一緒に土とかが流れ出てきて、まあこういう風なか草とかが生えてるような状況になったと。草が枯れて土になる、まあこういう風な考え方でいいと思いますよ。でいつまでこう草がだいぶ生えていると、まあ25年以上昔から完成して、まあだいたいそれぐらいの時期ですね。だからね、だから話がどこでどうなってたかっていうことですね。もう僕の方でもわからないですね、正確なことが。2023年、8月の今日は26日ぐらいです。あちら岡場駅、あちら、建設現場、とても巨大なクレーンが、何機も稼働します。3機だけじゃないです。物流センターを新しく作ってるということなんですけども、川西市も、兵庫県の川西市も同じような状況みたいですね。先に答え言っておきます。もし向こうの西宮北部の阪神流通センターが老朽化していて新しいものを建てているんだとしたら、完全に場所大間違い。向こうの奥に倒産した伊藤ハムさんが残っているから、それ解体してくれて、そこに作ったいいだけ、それでスペースできた。だからああいう風な加工とか全部無駄な工事ね。本当はこの辺り畑あったから、隠れ畑、林の中に。向こうの方ちょっと撮影行ってきます。ちょっと中間地点なんですけども、クレーン、あの辺りはボーリングの機械かな、地面掘るやつ。向こうもボーリング、あの辺り、これでクレーン、クレーン、クレーン、あの一番巨大な、あれが一番大きなクレーン。無理、向こうに伊藤ハムさんがある、そこを解体作業入って、そこ空き地にして作ればよかっただけ。あとテナント無理、作ったってどうせ破産、絶対倒産する。途中経過、そもそもこの工事始めなかったらそこの駐車場作らなくてよかったんじゃないですか。これね、意味ない。向こうの奥の伊藤ハムさんのところ、解体してもらってそこに作ったらよかっただけ。だけどもうその後黒猫山本さんのところ撮影行きますから、昔働いたことあるから、どうせ多分まだ使える設備や。途中経過、この図が、阪神流通センター、岡場駅と田尾寺駅の、東側、丘を登ったところですね。野球場とか体育館あるでしょう。だけどもここ来る人まずいない。で本筋の伊藤ハムさんのところ撮影に行きます。私の記憶では絶対倒産してます。先ほどの続きです。あちらにネッツテラスかな、何か自動車の販売センターみたいなのがあって、昔はなかったと思います。でここは伊藤ハムさん、やっぱり人の気配しない、昔倒産してそのまま放置、ほったらかしになってるみたいですね。ニュースで見ましたから、伊藤ハムさん、倒産したっていうことで、もう人の気配前からしない。で
解体費用誰もお金出してないから解体しないだけで、自動車販売所が多すぎて自動車が無駄に普及してるからそこのネットさんがいらなかった。で本当に黒猫大和さんのところが老朽化してるんだったら、ここにあの元々ネットさんが作らなくてここを、解体して作ればよかっただけ。効率の悪いことばっかりしてる。本当に国が動かなきゃダメ。本当に次、黒猫大和さんのところ本当に老朽化してるか外からしか分かりませんけども、それだけ撮影します。昔働いていました。伊藤ハムさんも同じ、昔働いたことあります。途中経過、こちらは、伊藤ハムさんの、裏の門のところです。もうなんとなくで分かるでしょ、これだけ錆びていてボロボロだったら。もうほったらかし、本当にもうそれだったら解体して金属回収した方が絶対上、もったいないだけ。海外から輸入するんだからどうせ鉄鉱石。ちょっとこれ歩きながらじゃないと撮影できないから撮影しておきますけど、ちょっと逆光だから見にくいかな。森本倉庫って書いてますね。あちらは営業してるのかな、ちょっと後で見ますね。まあ向こうダイハツさんは昔からあったのかな。あんなに大きなビルいる、うん、必要だったかどうかで考えると多分いらなかったんだと思います。余計経費かかったっていうことが自分たちでなんとなく答え出るでしょ。特に揉めようとして言ってるんじゃなくて、エネルギーの残存量問題、これでみんな動かなかった、最初から負けだったっていうこと、すぐに早急に教えて、それ継続して会社でも教えなきゃならない。でその森本倉庫さんのすぐ横がこのネッツさんだから、もし森本倉庫さんが稼働してないんだったら結局敷地がほら全部つながる。で他にも多分探したらあるんじゃない。あーいや森本倉庫さん稼働されてますね、従業員の方歩かれてるんで。まあけど建物はちょっとだいぶ老朽化は進んでるのは進んでいそうですね。壁の亀裂が結構すごいですね。ただまあ上まで全部空洞だったら上からの重みがないからまだまだ使えるっちゃ使えるんだと思いますよ。わかりませんけどね、はっきり言って上にあのどれぐらい重みが あるのか、物その何十キロ何百キロあるものを置いてるのかそれわからないから。まあけどもうやめといた方がいいかな。壁の亀裂見たらもう結構下の方の方はやっぱり亀裂だいぶ走ってるから重みにも耐えてこれなくなってますね。ちょっともうちょっと頑張って歩いて黒猫大和さんのところまで行ってちょっと様子見て、まあとりあえず歩いていろんなところどこが営業されてるのか、まああちらなんでしょうね。この辺車は止まってるんですけども、あちらは稼働されてるのかな、管理できてるのかどうかなんですよね。本当に全体的なところ、いやうちは何々社だから知らないよっていう状況なのか、こちらもあんまりなんか人の気しないけど大丈夫かな、山本さん大丈夫かな。いや誰かが政府に通達しなかったら解体してくれる人、誰か資本投資してくれる投資というかもう寄付みたいなものなんじゃないですか正直。でこちらはどうなんでしょうね、稼働されてるんですかね、わからないですね、人の気配ないですね。あちらも流通サービスセンターですね、三輪星さんですね。なんかこう特にこうどうなのかな、あ車止まってるから、従業員の方いらっしゃるか稼働してますね。こちらの建物いやこのなんかこう照明とかついてないから一応なんかファンは回ってるのかな、自動で空気圧で回ってるだけのような気がしますね。著名が流通センター1丁目106、正直足元こういう状態のところで
まあちらはどうしてるんでしょうね。ああいうふうに物を置いてる以上、これね、今歩いて、まあ、僕も歩きながらですよ、昔の記憶を思い出したりしてるの。だから流通センターの中に流通の拠点をたくさん置いてたんでしょう。向こうも結構古そうですね。大丈夫かな。これも純利益しっかり出てるところの会社が、大企業が解体業に回ってあげるべきだったんだと思いますよ、本当に。大阪府とか、愛知県の、会社とか政府が認めてるのか、西宮北インターチェンジのところとかに、必要なものを作ってたりしてたでしょう。そういうお金の余裕があるんだったら解体業に回ってあげないと。じゃあ大丈夫かな。新名倉庫株式会社さん、人の気配正直ないですね。でその奥、あちらがかなり建物老朽化してます。あー、新興倉庫さん、神戸港のことですね、もともとは。阪神・淡路大震災があったから新興関係、まあ新興学園っていう学園まだここあるのかな、もともとそういう系列なんですけども、もうやっぱり人の気ないですね、気配。けどあのトラックは綺麗だからトラック置き場にしてるのかな。2023年8月の26日、17時56分、先ほど撮影行ってきたんですけども、黒猫大和さん、建物がかなり綺麗になっていました。で、まあ、ある程度の範囲ですけども、大型のトラック10台以上止めていたりだとか、まあ、緊急災害時、まあ、黒猫大和さんとは違うところですよ。まあ、他にも、点在して何台か大型トラック見かけていると思うんですけども、それ、私が動画で撮影しながら、申し上げていると思うんですけども、まあ、もしかしたら100台ぐらいあるかもしれないですね。余ってる大型のトラックが、阪神流通センター内にですよ。で、それは緊急災害時とか、そういう時のために一応スタンバイしてるんだと思われます。だと思われますでしか言えないんです。これ、撮影した、内容を見ていただいたらわかる通り、建物が、倒産した後、ほったらかしになってるんですね。で、それを誰も管理ができてないんですよ。で、どこからどこまでが神戸市で、どこからどこまでが、西宮北阪神流通センターなのか、伊藤ハムさんのところですでに、西宮市でしたっけ、有野台とか神戸市でだったと思うんです。有野台は神戸市ですよ。でしょ、あの辺境界線が曖昧で、ちょっと地図広めましょうか。で、少なくとも、ちょっと一旦、どうしよう、伏せときます。ごめんなさいね、そういうような荒っぽい、撮影の仕方で、こちらも時間ないんで、全然人類に余裕ないんですね。25年前から河川水門外式弾発電とか浜田発電とかいろんなこと言ってきていて、で最近ここ近年でも私のホームページ淡井圭介の履歴の、30番台40番台あたりかな、その建てすぎた建物だとか老朽化して解体しなければならないものだとか、一部は解体作業に入ってくれてはいるんですけど、明らかに建物建てすぎでしょう。で解体しなきゃならないところが圧倒的に多いんです。これ、神戸市北区のあたりなんですけども、西宮市って書いてるでしょ。ちょっとね、スマートフォンとかの方だったら、手でね、指でこう、画面をこういうふうに開いていただいたら拡大されます。で、それでね、見ていただきたいんですけども、有野台は神戸市です。で、流通センターのところからが西宮市ですね。
で、スミレ台も西宮市なんですよ。だから、これ、いやいや、今もうね、もう神戸市の方の敷地内で物流センター身勝手に作ってしまってるでしょ。これもともと話、兵庫県として動いていたのかどうかなんですよ。兵庫県知事に技量ありましたかっていうことを問いたいんです。市長よりも知事の方が絶対に上ですから。もう一度言います。各大臣と同格は知事です。それ、議員になられている方でわからない方いらっしゃいます?いたとしてもおかしくないと思うんですよ。30代の人とかもの方もいらっしゃいますか?地方議員の方ですよ。最初、大体みんな、仕事しながら覚えるものだから、本当のところは。で、正直ね、兵庫県だけでも、皆さん、端から端まで実際自分で行ったことあります?ないでしょ?これ嫌味とかで言ってるんじゃないんです。僕もね、兵庫県とか神戸市だけで、自分の手には余るなって思うんです。本当に。阪神流通センターとしての長の方っていらっしゃいました？いません。そもそもで会議は皆さんでされてるんですよね。それ議会の方に話を通したりするパイプお持ちの方とかいらっしゃいます？兵庫県として県議会の方じゃなかったら無理です。あんな境界線のところ話余計ややこしくなるだけですから、県としてまとめなかったら無理になったんですよ。ね、もう雷ゴロゴロ鳴ってるんですよ。ちょっと前からずっと鳴ってるんです。今、先ほど撮影した内容を、動画をつなぎ合わせるエクスポートっていうのを行ってるんですけども、まだこれだけ時間かかってるんですよ。これね、42分じゃないです。42秒。そういうの。それでもまだ、もう撮影して、ね、だいぶ時間経過してないので、まだこういうことなんですよ。多分10分ほどかかってるような状態ですね、これ終わる頃には。大体です。で、雷鳴ってるでしょ、撮影行くでしょ。もうだいぶ風が出てきてますね。で、もう雨、向こうの方見てもらったら分かる通り、降りそうな状況ですね。さあ当然ですよ。25年経過して何も出来上がってないんですから。はぁ、あ。まあ、頼みの綱は私としては今、提訴する大阪の高等裁判所の範囲で、もう河川水門開式玉発電とかでね、控訴するような人間いないと思うんです。で、この状況とか、見ていただいたらわかると思うんですけども、いや、もう国の方でね、その特許を通してほしいみたいな内容でも提訴してるから、できそうな範囲だけでもいいから、大阪の高等裁判所の方で、手続き、まあ法廷つなげなきゃなんないだったら、一応交通費の部分があるから、神戸地裁の方で、その手続きね、出廷してって、それしてほしいですね、正直。うん。ちょっと撮影した内容と今撮影した内容をつなげますね。これまただいぶ時間かかります。以上です。